どうこんばんは今日一緒に寝てもいい あれなんでそんなにびっくりしてるの <laughs> 変な顔してるよ。私ね、もう少しあなたとお話し,してみたいなと思ってきたの。あなたってなんだか面白そうだし。あなたのこともっと知りたいなって思って。だからいいでしょ一緒に寝ても。 ありがとうまずはあなたにお礼しないとねいつも一緒に遊んでくれてありがとうここでみんなといろんなことを見たり聞いたりできるのは私にとってはすっごく大事なことなんだ GGO の世界ってなんだかとっても刺激的だよね。 オーディナルスケールの世界とは全然違う感じで初めてのことがいっぱいで私とっても楽しいんだ匂いも空気の感じもなんか変だしあなたってここの世界に詳しいんだよねだったらあなたと一緒にいればもっともっと楽しくなれそう明日からは ずっとあなたと一緒にいようかな <laughs> ダメって言われてもついていっちゃうもん大丈夫足は引っ張らないからさてそうと決まったらゆっくり休まないとおやすみなさい ねえ聞いてこの間一人でマーケットに行ってみたのあ別に買いたいものがあったわけじゃなくてなんとなくブラブラしてみたんだけど銃とか装備品ただ見てるだけでも楽しいんだねウィンドウショッピングってやつそれからいろんなゲームがあってそれも面白そうだった銃弾をかわすやつとか カーードゲームとかあなたはやったことあるのねえ私も連れて行ってよあなたと一緒にゲームやったらすごく楽しそうあ GGO もゲームだったねなんだかあなたと一緒にいると自分の中のドキドキがどんどんたまっていく感じがするのそれって さんの人の前で歌を歌うのと同じくらいワクワクするんだ自分でもこんな気持ちになるなんて思わなかったけどだから私はあなたと一緒にもっと楽しいことを体験したいのあなたはどうかな私と一緒にいて楽しい本当よかったそれじゃあ同じ気持ちなんだね それじゃあ明日からも二人でどんどん楽しいことを探そううん楽しみだなドキドキして眠れないかも。 <laughs> ごめんねじっと見られると。 恥ずかしいよねなんだか不思議な気持ちになっちゃってあなたと一緒にいろんなことをするのは楽しいそれは前から分かっていたことなんだけどこうやって夜に二人でお話しをすることこれだってこんなに楽しいなんて思わなかったの。今まで たくさんの人から話を聞いたり一緒に遊んだりいろいろしてそれはもちろん楽しかったんだでもこうやって体験したことを一緒に話してまた笑って次の計画を練ってどんどん一緒にいたい気持ちが強くなるのは初めてどうしてあなたと一緒の時はこんな気持ちになるんだろうって思って。 あなたに原因があるとしか思えないから観察してたの。でも、わからなかった。そうやって観察してる間にも楽しい気持ちはたまっていっちゃうし。だから、もう原因はわからなくてもいい。あなたと一緒だと楽しい。一緒にいたいと思う気持ちは本物だから。だから、 これからも色々教えてね私もあなたに楽しいと思ってもらえるように頑張るから例えば歌を歌うのは得意だよきっと気に入ってもらえると思う他には分かんないやでもあなたと一緒にいればきっと私が得意だなって思うことも見つかると思う <laughs> 楽しみだね。